ドミノ倒しドミノ倒しのイベントドミノ倒しは、ドミノで使われる、ドミノパイを使った遊戯。まず、ドミノパイを縦並べて、列を作り、この列の端にあるパイを倒す。倒された、ドミノパイは、隣のハイを倒し、倒されたハイはさらに隣のハイを倒す。この連鎖で、すべてのドミノパイが倒されることになる。途中で倒れないように、ドミノパイを並べ上げる達成感や、 パイが倒れる様子の美しさなどを楽しむ遊びである。富ノパイは、本来刻まれた数字を使って遊ぶゲームの道具で、あるが、日本では、ドミノ倒しの方が広く知られており、日本ドミノ協会もドミノゲームではなく、ドミノ倒しの団体となっている。また販売されている、富ノパイにも本来のドミノゲームには使えない、ドミノ倒し専用のものもよく見られる。 16世紀にヨーロッパで生まれたが、最初は倒すのではなく、並ぶ形で宮廷の人々に楽しまれていた。1980年代より、多数の灰を使い複雑なパターンを作り、シーソーや滑り台などの得意な仕掛けを組み込んだものが、テレビなどで、ショーとして取り上げられるようになった。なお、将棋倒しは、同じような遊びであり、富のパイではなく将棋の駒を用いる。 ギネスワールドレコーズに載っているドミノ倒しの国際ルールは次の通り。医療において複数の患者間での臓器移植をドミノ倒しになぞらえてドミノ移植と称することがある。例えば、ドナー A の心肺を患者 B に移植し、患者 B は肺のみに問題があるので健康な心臓は心臓に問題がある患者 C に移植し、 患者 C の心臓本体は使えないが大動脈弁は使えるのでそれを患者 D に移植するなどによりドナーの臓器を無駄のないように利用する。ありがとうございます。